法輪認定こども園は海岸からほど近く、南海トラフ地震が発生した際には1メートルから2メートルの津波が想定されていることから、向かいにある杉野工業と地震発生時に子どもたちの避難を支援する協定を結び、定期的に訓練を行っています。今日は震度5以上の地震が発生したと想定して訓練が行われ、0歳児から6歳児までのおよそ100人が参加。支援を求める電話を受けた杉野工業の社員9人も保育園に駆けつけました。社員らは遊具を片付けるなどして避難路を確保し、子どもたちと一緒に園内にある3階建ての津波避難タワーへ避難しました。子どもたちは保育士や杉野工業の社員らの手助けを受けながら、一列に並んで階段を上り、地震発生からおよそ15分で避難を完了させていました。たまたま昨日石川の方で大きな地震もありましたので、本当にいつ起きるかわからないなっていう中で、すぐそばに杉野工業さんいらっしゃって、避難訓練を助けていただくの本当に心強いなっていうふうに思っております。先生方の数も限られてますので、我々が手伝えることで園児が無事に避難できるということを、安心安全を与えられたということに喜びを感じております。